こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンのハマちゃんです。 TWS といえばアップル、ソニー、BOSE などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。今回ご紹介する製品はそんなブランドに肩を並べる超意欲作をご紹介します。ハーウェイから7月28日に発売された TWS ハーウェイフリーバッツプロ2 26,800円、発売以降口コミで高い評価を集めているイヤホンです。今回はハーウェイフリーバッツプロ2の魅力を伝えるべく2人のゲストにお越しいただきました。お一人目はこの方、リントシェシュゲドラムスタント、イヤホンアンバサダーのピエール中野でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、アーティストとしての活動はもちろん、イヤホンのアンバサダーとしても、非常に激しく、活動されております。激しくイヤホンへの造詣が深いアーティストのお一人です。はい、そしてもう一人のゲストがいらっしゃいます。ハーウェイの方にお越しいただきました。お願いします。ハーウェイの東京研究所から参りました角田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はピエール中野さんとハーウェイ角田さんにお越しいただきまして、ハーウェイのイヤホンの魅力を解説していきたいと思います。早速なんですけども、ハーウェイというブランドについてご紹介いただこうというふうに思います。じゃあ角田さん、よろしくお願いします。はい、ハーウェイはですね、中国を本社に置いた会社なんですけれども、我々はもともと ICT のインフラ機器から出発しました。特にですね、 ICT のインフラ機器といった場合に、電話の交換機から出発したメーカーです。で、今ではですね、スマート端末機器、これはスマートフォンもしくはタブレットみたいなものですけれども、こういったものを販売している世界的なベンダーであります。ハーウェイといったらスマートフォンでかなり有名ですよね。資料にありますように、研究開発費世界ランキング2位ということで、凄まじい規模のブランドだということをお分かりいただけるのかなと思います。弊社はですね、売上のだいたい 22% 程度をですね、研究開発費に投入しておりまして、この比率っていうのは多分世界でトップクラスではないかと自負しております。世界中に拠点があるんですね。これ地域と国というところで170プラスって書いてあるんですけど、これどういった意味ですか。はい、弊社の商品が売られているその地域、それからあとそれ以外のいわゆるその研究開発をやっている国の数になります。ピエール中野さん、これいかがですか、この規模感。でかい。いやでも聞くようになったのは割と最近のイメージが実はあるんですけど、いわゆるこうソニーとかは僕ら昔から馴染みがあって、アップルとかもそうですけど、ハーウェイっていうのは割とイメージ的にはここ数年のイメージがあるんですけど。そうですね、我々のどちらかというと、この商品のエリアというのがどちらかというとエンタープライズ向け。エンタープライズというのは例えば、日本でいうと電話会社になりますけれども、うん、こういったところに対する商売というのが長らく続いておりました。で、いわゆる本当にオーディオというところに特化して、はい、商品を出し始めたのはここ数年のことになるかと思います。なるほど、なるほどが被った納得いきましたもんね。納得いったっていうか、まあ、そのデバイスのイメージはねもちろんあったけど、そのオーディオもね、ここまで力入れて作ってるんだっていうところに驚いたというか、こんな規模でやってたんだってそもそもっていう、それはいいオーディオ作るわってイメージがありますけど、ね、ありがとうございます。仕組みが溶けていく感じがする。こちらのファーウェイジャパンさんは一体どういった規模感なのかという資料なんですが、設立が2005年、そして日本国内9つの営業所を持ち、従業員数は約1000人、977人、そして30を超える団体に加盟しているといったですね、日本での展開もかなり大きなブランドです。そしてファーウェイのオーディオラインナップは4つのカテゴリーがありまして、ワイヤレスイヤホン、アイウェア、ネックバンドタイプのイヤホン、そしてスピーカーと4つのカテゴリーがありますが、アイウェアは、うん、音楽が鳴るタイプのメガネということでよろしいんでしょうか。はい、弊社ではスマートグラスという言い方をしておりますけれども、はい、いわゆるその耳元のそのつるの部分にスピーカーが入っていまして、これがいわゆるスマートフォンなんかと連携を取りながらより生活を便利にしていくというような道具です。そして今までのところはその30以上の製品を生み出しているというふうな感じなんですかね。はい、一通り揃ってる感じなんですね。そうですね、オーディオは、はい、特にそのポータブルに近いところは、うん、一通りされております。ハーウェイの、フリーバッツラインナップ、まあ、トゥルーワイヤレスのラインナップですが、うん、最新のテクノロジーを用いたフリーバッツプロシリーズ、開放型で、ノイズキャンセリングの効くというフリーバッツシリーズ、そして手軽でファッショナブルな、フリーバッツ SE、フリーバッツ I シリーズ、そして独創的なデザインの、フリーバッツスペシャルエディションと4つのラインナップがあります。
そしてこの資料なんですけども、世界6カ所のオーディオ技術研究所があって1000人以上の技術者がいるというところなんですが、角田さんよろしいでしょうか。はい、弊社は世界中に6カ所を、先ほどおっしゃったように研究所を持っているんですが、主にヨーロッパ、それと日本、それから中国、おおむね3つの地域にまたがって開発をしております。でこの1000人の技術者の中にはですね、我々のようないわゆるその先端技術開発をしている研究者、それからあと商品を設計している設計者、これを全て含んだ数になっております。3カ国にまたいで研究所があるのはなかなかすごいですよね。そしてこちら、日本の研究所の資料になります。これはどういったことをしているような場所なんでしょうか。はい、私どもの、研究所というのはこれ東京にございまして、いわゆるその音響に関するハードウェアに近いところの、研究をしております。ヨーロッパのオーディオのラボでは真空処理、今はでいろんなそのオーディオ機器というのはもうほとんどデジタル信号処理なしでは商品化できないんですけれども、こういったそのソフトウェアに近いところの開発をやっております。でこういったその海外発のオーディオ技術がですね、本社に集約されて商品になっていくわけです。高い技術がオーディオ機器をスマートに進化させているというところなんですが、すごいたくさんのジャンルの研究がありますね。人間工学、素材工学、美的価値の追求であったりとか、音質、ノイズキャンセリング、ワイヤレス伝送技術、なんかすごい多岐にわたっていろんな研究をなさっているという会社なんですね。はい、そうです。R&D というのがですね、いわゆるその技術開発というのがやはりその技術で勝っていくための必須要素になってきますので、我々は主にその R&D に非常に力を入れています。先ほども開発費の話がありましたけれども、はい、非常に多くの、才能のある技術者が導入されておりまして、今まで その中国にあったようなそのいわゆるその真似の技術ではなくてですね、いわゆる本当にその科学的知見に基づく、開発というのを進めております。今回ご紹介させていただく、ハーウェイフリーバッツプロ2、なんかすごそうだ。今の流れでこれ見たらそれが全部詰まってきてるってことですか。そうなんですよ。なんか最初の印象とちょっと違いましたね。変わってくるよ。変わってきますね、めちゃくちゃ裏付けしっかりしてるやないかということで、改めてご紹介します、はい、フリーバッツプロ2です。サウンドの部分に関してはデビアレの名前がありますね。こちらの方はこの商品なんですけれども、私どもオーディオメーカーとしてはですね、やはりその歴史が あまり深くないというところもありまして、今一番、飛ぶ鳥を落とす勢いのブランドということでですね、フランスのデビアレさんにご協力をいただきまして、最終的なおとぎめはデビアレと共同でやっております。超高級スピーカー屋さんですよね、デビアレといったら。はい、はい、いやそこをやってくれるのが本当に素晴らしいですよ。すげえ。やっぱ自社で何とかしちゃおうって思っちゃうし、そういうのばっかりじゃないですか、うん、だからそれでちゃんとこういう他社を入れて、しっかりとした音質品質のものを届けようとするっていう会社としてのスタンスがマジで本当そこがまず素晴らしいなって僕思いました。特徴としては、トリプルマイク、アクティブノイズキャンセリング、そして新開発のマイクロ平面振動板のドライバー、そして DNN によるクリアな通話というところなんですけど、中野さん、コロナ禍で気になるポイント、やはりいや、平面振動板ですよねなってどうしてもねなってくる。よく採用したなって。それはあれなんですか、そのハーウェイ的なものなのかデビアレ的な提案なのかっていうのは、言える範囲でいいんですけど、これは自社ので開発した技術になります。だからやっぱそもそもの技術者で優秀な人たちが世界各国から集まってきてるんだよね、今きっとオーディオ周りの、はい、そんな公には言ってないかもしれないけど、多分人たちが集まってきてる規模がありますからね、でかいからでそこでやっぱその自由に研究開発もできるし、こういう柔軟性もあるから、はい、そこでの開発はきっと楽しいんじゃないかなっていうのも伝わってくる。そうですね、こだわってるっていうのがもうすでに分かってきますね。だから調べれば調べるほど親っていうポイントがいくつも実はあったんですけど、それの仕組みが今日は解けていくっていう感じがして、はい、すごいなんかこう楽しいですね。種明かしの状態ですね、今ね。
このハーウェイの技術をたっぷりと詰め込んだイヤホン、ハーウェイフリーバッツプロ2なんですが、まずは1つ目、音質技術についてですね、こちらの方なんですけども、ちょっと難しい内容になってきそうなんですが、僕たちイヤホン屋としても気になる部分、ハーウェイオーディオ技術の結晶、デュアルドライバーユニット、搭載されているドライバーがですね、11ミリのダイナミックドライバーと、新開発のマイクロ平面振動板ドライバーというところなんですが、ハイブリッド構成になるということでよろしいんでしょうかね。はい、なかなかその平面振動板を載せているトゥルーワイヤレスって聞かないんですけど、このあたりちょっとお伺いしてもよろしいですか。はい、今回開発しましたマイクロ平面振動板ドライバーと私どもでは呼んでおりますけれども、これはですね、原理的には比較的ダイナミック型に近いものです。非常にその磁気回路に特徴がございまして、いわゆるプレーナーマグネット型のドライバーユニットというのがありますけれども、はい、これと近い駆動機構をとっています。ただいわゆるそのマイクロプレーナー型のドライバーユニットと違いますのは、振動板がアルミで構成されていまして、硬いというところ、この硬さにですね非常に特徴がありまして、硬くて軽い材質を使うことによって非常に高音域の再生が得意になったドライバーユニットになっております。このドライバーの特徴である高音域の部分、非常に優秀だというところなんですけれども、他にも技術的な工夫というのがいろいろなされているようなんですが、超高域再生を可能にするマイクロ平面振動板ドライバー、クリアで歪みの少ない音が特徴というところなんですけれども、ダイナミックのそのドライバーの部分の4つのマグネットという部分なんですが、こちらちょっと解説いただいてもよろしいですか。はい、この部分がですね特徴的な構造になっておりまして、そうですね、あんまり、はい、見ない、いわゆるドライバーユニットの背面側に3つのマグネットを配置しております。これはそれぞれですねコイルに流す電流と磁界のその相互作用によって振動板を動かす、こういった構造になっております。でさらにですね、左側の3つのマグネットというのは、これは簡単に分かることなんですけれども、いわゆるその振動板の反対側にも、マグネットが配置されておりまして、これによってですねコイルに磁気を集中させるという、こういった特殊な効果がございます。イヤホンというかその耳の方に近い側にもマグネット一つ配置しているという構造なんですね。はい、反発磁界によってですね、この平面コイルに作用するいわゆる磁力線がですね非常に集中して、そこだけに届くことによってマグネットの持っている力を有効に作用させると、そういった構造になっております。平面駆動のものを乗せるだけでも十分新しいなって思うのに、この動かし方、マグネットの配置までもなんかイノベーションを感じるというか、新しい政策を感じますよね。はい、他社では使われてない弊社初の技術になります。この中低域に関してもこの4つのマグネットっていうのが非常にクリアな重低音を再生させることに寄与しているということなんですね。ダイナミック型のドラムユニットは内耳型と外耳型という2つの形式がございますけれども、このドラムユニットはですねボイスコイルの内側にも外側にもマグネットを投入しております。でこれが左側に書いてある3つのマグネットになります。はい、円柱状のマグネットがセンターに、リング状のマグネットですね、半分に割ったようなマグネットが2つボイスコイルの外側に配されております。ちょうど振動板の真裏あたりに4つのマグネットというその説明の中で言うと一番右ですね、はい、ここにもですね半磁界を発生させるためのマグネットというのがありまして、先ほどの平面振動板マグネットドライバーと同じようにですねボイスコイルに磁力線を集中させるという、そういった構成となっております。こだわりにこだわったダイナミックドライバーが搭載されているワイヤレスイヤホンということがよく分かったんじゃないかなと思います。ノイズキャンセリングと通話ノイズリダクション技術についてです。こちらはですね主に通話のノイズリダクションについての説明となります。出発点は人間の視覚なんですね。はい、例えばその声をどういうふうに人間が聞いているか、どういう音が入っている時に人間は声を感じるか、こういった評価というのが最初になります。それによってですね実際にその音響測定を実施しまして、はい、それ以外にも例えばその風切り音というのがですね実際にそれ通話では非常に問題になるんですけれども、はい、こういった風洞実験をやりながらですねイヤホン その風に対する耐性というのを高めています。さらにですねその後にノイズと声それぞれその特徴どんなものなんだろうということをですね分析しまして、人間の声この部分成分が人間の声だというのは、はい、そもそもこれ人間は分かっていることなんで、機械に覚えさせていきます。先ほどそのディープニューラルネットワークという話がありましたけれども、はい、まさにここはこれの出番なんですけれども、ディープラーニングによってですねどんなノイズがノイズでどんな音が人間の声だ
というところをですね、どん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 学習していくわけです。でそれによってですね、ノイズキャンセリングのパラメーターというのが得られまして、効果的なノイズリダクションができるようになっております。なるほど、声の部分とノイズの部分っていうのを学んでいくというか、それが DNN になるんですね。はい、DNN はディープニューラルネットワークと言いまして、 AI の心臓部分です。 DNN によるディープラーニングメカニズムというのがですね、人間の声とその人間の声以外の成分というのをですね、判別することをやっております。通話の品質においても、まあ、裏付けがしっかりした自信のある出来だということがこれで分かりますね。そうですね、弊社はやはりそのスマートフォンを長らくやっておりましたんで、まあ、こういった技術というのは他社さんと比べると一歩前に出ているところがあるんではないかなと考えております。そうですね、オーディオという部分も大事ですけど、やっぱり通話するためのデバイスっていう一面も強くありますからね。このノイズリダクションなんですけれども、はい、このイヤホンには3つのマイクロフォン、それから骨振動センサーというのが、投入されています。1つじゃ足りないんですか。それが人間の声であるかどうかということをですね、判別するには、これはいわゆるその材料は大きければ多い方がいいんですね。はい、3つのマイクのうち2つは外向きで、1つのマイクは実はその外耳道の中の音を拾っております。さらにですね、いわゆるその骨振動センサーについてはですね、人間の体をその伝わってくる声が振動となって伝わってくるんですけれども、はいはい、こういった成分の中で相関が高い成分、これが人間の声だっていうふうに判断するわけなんですね。トリプルマイクによるノイズキャンセリングが行われているということなんですが、ノイズキャンセリングの威力というか強さに関しても調節することが可能で、パラメーターみたいなものも計算されているということなんですね。こちらのですね、ノイズキャンセリングについては2つのマイクが先ほどその外向きについているということを申し上げましたけれども、まあ、それぞれその微妙に違ったエリアの音を拾っております。これによってですね、マイクロフォンのこのノイズにはこのマイクが得意っていうことです。任意に選択してまずノイズキャンセリングをします。で役割も分かれてる、はい、はい、でさらにですね、耳元に配置されたマイクロフォンというのが外耳道の中の音、人間が実際に何を聞いてるかというところをですね、見張ってるマイクがこの3つ目のマイクになります。まず2つのマイクロフォンでノイズキャンセリングはやるんですけれども、さらにですね、耳元の音というのを見張ってるマイクロフォンがですね、音楽信号と耳元で鳴ってる音、差分というのをですね、検出しまして、3つ目のマイクロフォンがさらにそのノイズを叩くという、そういったメカニズムとなっております。では次はワイヤレス伝送の技術の解説です。こちらの資料をご覧いただきます。アンテナが外に2つついているということでしょうか。このアンテナが2つついている理由なんですけれども、人間がですね、実際に活動しているときには、このジジコクコクとスマートフォンとこのイヤホンの間の通信状況というのは変わってくるんですね。はい、なるべく広いエリアでどんな電波が飛んでいるかというのを見張ることが重要です。したがいまして、2つアンテナがあるということは、それぞれ違ったエリアの電波を拾うことが可能になります。この2つのアンテナというのは電波を常に比較しておりまして、はい、その中の良い方のアンテナを選択するんですね。でこれによってですね、東京の街なんかだと非常にいろんな電波もありますし、良い方を取りながら安定した送受信というのを可能にしております。なるほど。これはなぜ我々がこういったそのワイヤレス品質に重きを置くかというと、音切れだけでなく実行データレートを高く保つ、うん、というためにですね、実行データレートが保てれば高音質なフォーマットで音声信号が送出できるということのために、こういった努力をしております。音質の話今出てきましたが、高音質コーデック LDAC にも対応してるんですね。はい、今入手可能なコーデックの中では、やはりその LDAC が一番高音質でないかと思っています。したがいまして、こういったその LDAC 96Hz までのサンプリングレートまで対応するんですけども、こういった LDAC までその対応できるようなシステムを設計しました。ありがとうございます。この通信技術、音質コーデックに関していかがでしょうか。確かにやっぱその音質のデータの量を損なわずに届けるために、やっぱアンテナってものすごい重要なんで、それが2基積んであってこういう仕組みになってるんだっていうのを知れたのが大きいですよね。音が良かったなって、僕はざっくりとした感想を持ってたんですけど、ああこうなってるのねっていうのがすごいガテンがいく、はい、パートが、ね、結構いろんな街中とかでも僕使ってみたんですけど、はい、全然途切れることも当然なかったですし、あそういうことなんだっていう、納得いくんですね。マイクの数もそうだし、アンテナの数も複数あってみたいな、
そこまでこう詰まってたんだっていうのを今驚いてるところです、はい、特にそのワイヤレス通信の部分では根っこが通信機器メーカーでありましたので、はい、そういったところのアドバンテージじゃないかなと考えております。でかいですよね。やっぱちょっと途切れたりとかするとそれがちょっとストレスになっちゃったりとか、せっかく高音声楽しんでるのになんかプツってなっちゃったとかっていうのがすごいもったいないですからね。そこもちゃんとこう技術をこう投入してるっていうのはすごく素晴らしいなと思いました、はい、それではピエール中野さんにファイフリーバッツプロ2を改めてご視聴いただこうと思います。はい、ありがとうございます。普段お使いになられてるというふうに。めちゃくちゃ使いやすい。普段は言うてイヤホンヘッドホンめちゃくちゃ好きなんで、いろんなイヤホンとか、はい、当然自分で開発したものも使いますし、いろいろ使うんですけど、いわゆるこう作業したりとか家事とか洗濯物を干してる時とか使うんですけど、うんうん、その時にピンポンってなった時に対応できないと、はいはい、いけなかったりするんで、なんかその時に外音取り込み機能もちゃんとあって、で使い勝手のいいイヤホンっていうのを、まあ、普段使いしてるんですよ。でそれで実際使ってみた時に、正直期待できない部分っていうのがライフスタイルガジェットと言われてるものって大きくて、はいはい、まあ、言うてそれ止まりだよね。やっぱ音声に特化したイヤホンに比べたらみたいなやつ言われることが多かったんですけど、うん、全然勝負できるというか、これに勝てる機種の方が何なら少ないんじゃないかぐらい音質のレベルは高いです、はい、でこれは割とこうガジェット系のライターも YouTuber とかもみんな割と言ってて、でそれは多分本当だと僕は感じました。外音取り込み機能とかもちゃんとこうピンポンでやったらすぐ対応できるし、使っててストレスがまずないっていうところってすごい一番でかいところじゃないですか。スムーズにこう生活の中で音楽楽しめて、でその自分 その家でしたいこととかもできてみたいなところが全部備わってるんで、とんでもないもの出たな、もっと話題になっていいようにって正直本当に思っていて、もうそれめっちゃ思いました。これだけのクオリティでまだ話題になってないのかってちょっと驚きがありましたね。そういろんなものが出てますけど、世の中にはだからそういう人とかに勧めたりとかしてるんですけど、で勧めて買った人とかはみんな大絶賛してます、ね、うん、こんな音いいんだって。音質はもう特にやっぱ音質僕びっくりして、まず解像度がめちゃめちゃ高いクリア で僕店員もかなりこだわる人なんですけど、でそれも割とこういうタイプのイヤホンって音場ちょっと狭めに作ってみんなが心地いいところを目指すんですけど、なんかいい意味でオーディオ的なちゃんとしたこう音楽を楽しめる音場をちゃんと広く取ってあって、あれですもんね、デビアレと共同作業で音を作ってるんで多分そこにたどり着けたと思うんですけど、そこをに本当に純粋に感動したんですよ。こういういい音質をライフスタイルガジェットと言われているような分野で提案してくれるイヤホンが出たっていうところで、だからこれ僕は正直もう革命だと思って、実際使ってても本当聞き心地がどんどん良くなっていくし、でノイズキャンセリングに関しても3段階選べるじゃないですか、まあ、自動で検出して、うんうん、やってくれるモードと、で自分に合った3段階選べるみたいな、くつろぎともっとめちゃめちゃ効かすみたいなやつがあると思うんですけど、で僕基本的にノイキャン苦手なんですよ。やっぱ圧迫感が違うから、うん、だけどくつろぎだと割とこう自然なノイキャンがこうちょっと薄めにノイズキャンセリングしてくれるんで、圧迫感もそこまでないんで、だからそれでくつろぎで外を歩いたりとか、さすがに外音がめっちゃ入ってくるなっていう時に、うんうん、それ試してみたりとかするとなんか自然に聞けるっていうところも、他のそのいわゆるノイズキャンセリングを打ち出しているイヤホンにはなかった部分を感じたので、うんうん、その辺も感動したし、 EQ に関してもすごく優秀で、デビアレチューニングが基本になっていて、うんうん、でそこからもうちょっと低音欲しいなとか高音出したいなっていうのはすっごい分かりやすく、はい、で声をもっと聞きたいみたいなモードがもう分かりやすくアプリで選べるじゃないですか。あれもすごくこうちょうどいいところに EQ の調整がされていて、過剰すぎないっていう、あれだけの技術差が揃ってるからこそああいうこう設定ができるのかなっていうのを感じたんですけど、そうですね、差がありすぎると、うんうんうん、元々のやはり音楽をぶち壊してしまうことになるんで、うんうん、はい、節度を持ったイコライジング その選択っていうのが重要になるかなと思ってます、はい、非常にこのビジネス上は難しいところなんですけども、差が小さすぎると今度はお客様は分からない、うんうん、そういう意味で言いますと非常にいいところに、うん、セットできたんではないかなと考えております。かゆいところにちゃんと手を届かしてくれる感じがEQ の調整にもあって、そこも僕は感動したポイントの一つだったんで、だからそこまでこう音質を追求してくれてるっていうのが本当に嬉しかったし、使いたくなるんで、もっとなんか発見あるんじゃないかなと思って、だから僕割とここ最近すごく使ってるんですけど、むしろピエールさんみたいな、はい、音楽に造形 の深い方だと、そうっすね、もっとお楽しみいただけるんじゃないかなと思います、うん、結構幅広くチューニングできる要素が残ってますもんね、はい、元々の技術力が高いから、うんうん、
だからその音質を多分結構過剰にしてもそれに応えてくれるっていうのがあるから、本当に好みの音質に割とたどり着きやすいと思います。なんかそのYouTuber の中でも、いやもうちょっと低域がって言ってた人がいたんですけど、はいはいはい、いや低域多分全然出せる多分出ますね全然出るんで、だからその辺とかも自分でそのアプリの EQ で作り込んだら本当に理想の音にたどり着けるから、褒めるのにためらいがある人たちの方が基本的に多分多いと思うんですよ、うんうん、だけどこれ手放しで褒めないといけないぐらいクオリティ高い。それはほんまにそう思いました。そう、はい、あのだから比較テストとかやったら圧勝しちゃうぐらい優秀なんで、音質に関して、特に音質に関して言ったら、うん、他の YouTube も当然そうなのかもしれないですけど、僕の場合やっぱ、音質重視する人なので、はい、それに関して言ったらこのタイプでこの値段でってなったら、そうなんですよ、敵いないんじゃないかなって思うぐらい価格。この今までのご説明いただいたその技術と背景、開発背景と考えたら26,800円のものなの本当にっていう、ちょっとお安さというかお買い得感はありますね。だから本当に両方欲しい人、機能面も欲しくて音質も欲しいってなったら、もう正直この一択かなって思うぐらいすごいの出たなと思って、このオファー受けた時も基本的に迷うんですけど、いやこれは絶対やるべきだって広めるべきだと思ったんで、オファー受けてお手伝いしたいなと、ハーウェイのフリーバーズプロの魅力をお手伝いできたらなと思ってオファー受けたのと、あとそのさっきのいろんな話を聞きたかったんで、背景とかも含めてそれが聞けて今日本当に良かったです、ね、ありがとうございます、はい。ハーウェイフリーバーツプロ2の魅力を紹介していきました。再度製品の情報をおさらいしていきましょう。ハーウェイフリーバーツプロ2、価格が 26,800円、発売が7月の28日の製品でした。ハーウェイフリーバーツプロ2はイヤホン全店でご視聴がいただけます。ぜひ店頭にてご視聴お試しくださいませ。最後に、ハーウェイ園さんとピラ様さん、あのコメントとかございましたら。いや僕はなんかこういう素晴らしい製品を、あの音質と機能面、さっきも言いましたけど、しっかり両方兼ね備えた製品を提案してくれて、こうやって発売して広めてくれていることが、音楽を作る側としても届ける側としてもすごく嬉しいことなので、いろんな人にも勧めやすいですし、本当にありがとうございますっていう一言しかないです。ありがとうございます。こちらこそ、あのファーウェイのフリーバーツプロ2、この商品はですね、あの非常にあの過去何年間かの、弊社の真面目な R&D の結晶として出てきた商品でございます。皆様にぜひお手に取って試していただけたらなと思います。本当に今日はお褒めいただきまして本当にありがとうございます。いや絶対試す価値しかないですよこれ、本当一回試してみてほしい。はい、本日はゲストにピエール中野さん、ハーウェイ園田さんにお越しいただきました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。浜ちゃん。はい。